クッシュが処刑された場所の近く、アルテンホルツクノープのオスカークッシュ通りにある記念碑。オスカー・ハインツクッシュは、ドイツ海軍の士官である。第二次世界大戦中、U ボートの艦長を務め政権に、批判的な言動によって死刑に処された。クッシュは1924年から1928年まで、ベルリンシェーネベルクの国民学校の生徒であり、1928年に、 同区のホーエンツォランギムナジウムに進んで1936年の秋、卒業証書を取得した。1928年、10歳で同盟性少年団に加わり、ドイツ義勇軍の一員としてドイツボーイスカウト同盟に属していた。同盟に属する一連のボーイスカウト団体の中から多兵リンクが形成され、1932年に結成され、グ指シュも活動していた。 青少年同盟、南部義勇軍の母体となる。このグループは、人文主義的文学と哲学に関心を持っていた。そして1933年、同盟青少年団の弾圧が始まると、演劇部隊として、ヒトラーユーゲントに取り入れられ、後にヒトラーユーゲントによる弾圧が行われたとき、非合法的に存続した。クッシュは1935年、主導していた。 演劇舞台のグループであるオスカーが解散させられた時ヒトラーユーゲントを去る。しかし彼は1937年まで非合法的に同グループに所属し続けていた。いくつかの手がかりはこの頃のクッシュがゲシュタポに監視されていたことを示している。同様にベルリン国家警察署の記録と中期にもクッシュがかつての同盟性少年団の団体指導者 ハラスに宛てた手紙に極端な形で1936年10月から1937年3月まで従事していた国家労働法師団について意見を述べていたとある。オスカークッシュは1937年4月3日、1937年英機の海軍士官志願者としてドイツ海軍に入隊した。水兵になるというクッシュの願いには多くの理由があり得る。 1949年、母親は証言している。彼は特に海軍関係の本を熱心に読み、早くから代償になりたいという願いを口にしていた。私の息子自身が U ボートの艦長になった時、彼はそれをとても誇りに思っていた。海軍への情熱、冒険心と青少年同盟で身につけたリーダーシップは何らかの役割を果たしたものと見られる。 しかし決定的だったのは、おそらく政治的、そしてイデオロギー的な考慮であった。なぜなら、国防法の第26条には、軍人は政治的な活動に従事してはいけない。NSTP あるいはその構成組織、もしくはこれと結託している団体への所属関係は、現役期間中は休止するものとする。とあり、これは、クッシュにとって、非常に重要であり得たからである。 ドイツ国防軍、中でも海軍は NSTP の手から逃れられる場と考えられていた。なぜなら国防軍の指導層はその自主性に非常に就寝していたからである。さらに民間での就職は難しいと思われた。そのためにはしばしば NSTP の参加組織への所属が必要であり、クッシュにとってイデオロギー的に受け入れられなかったのである。加えて彼は ドイツ青少年同盟で非合法的に活動していた経緯から就職には困難が伴うことも考慮に入れなければいけなかった。こうしてクッシュは様々な練習艦で訓練を受けた後海軍順位の協定に参加し1939年4月3日から1940年3月31日まで軽巡洋艦エムデンに配属されることになった。そして U ボート部隊における 紹介士官としての訓練が1940年4月1日から9月27日まで続いた後彼は1941年6月25日に実績紹介士官として初めて U103 に着任する。オスカークッシュは功績を報われ1941年9月1日に中尉に昇進すると同年11月10日には第二級鉄十字章を授かり U103 が、紹介から帰還した1942年6月5日、第一級鉄十字章を受章した。同年8月、館長としての協定を終了すると、今度は、専任人紹介士官として U103 に勤務する。館がロリアンに戻ると、屈指は1943年2月8日に百五十四の指揮を託された。の乗組員は4名の官と、 歌詞官兵44名、合わせて48名から構成されていた。専任省0会士官のウルリヒアーベル中尉は1912年3月3日、生まれでアビトゥアを済ませた後、1929年から1932年まで戦場で勤務していた。1938年には法学博士号を取得している。会官はハインリヒマイヤー中尉 機関長はクルト・ドゥルシェルであり、彼は海軍に入隊する前は、高位のヒトラーゲンと指導者であった。1943年3月20日、U154 は新たな艦長、クッシュと共に全体として5回目の紹介に出るべく、ロリアンを後にした。出発の少し前、クッシュは機関員に、そこの写真をどけろ。ここでは、盲目的な崇拝などしてはならん。 と言葉をかけ、史官室に飾ってあった総統の写真を片付けるよう命じた。クッシュと部下の士官の間には政治的な対立があることが早期に明らかになる。なぜなら、ナチス政権に反対するクッシュとナチズムの革新的な信奉者であったアーベル及びドゥルシェルはしばしば兵の面前で討論に及んでいたからである。クシュの二回目の紹介で戦意として乗務したノートドゥルフとは、 後に、アーベルとドゥルシェルを、勝利を信じ、常に、相当の従者であることを誇りにした。証言によれば、このように、クッシュは反ナチス的な考え方を隠そうとしなかった。それどころか、その姿勢は、乗組員すべてが知っていたのである。U ボートの管内は狭く、クッシュの考え方はすぐに知れ渡った。主幹候補生のキルヒアマーは、後に、軍法会議で、 被告は我ら主幹候補生に独自の意見を育んでプロパガンダの影響を受けないようにと話したことがある。と証言した。また、クシュは乗組委員の間に次のような冗談を広めている。ドイツ国民とサナダムシに共通することは何だどちらも茶色の塊に囲まれ、常に捕まる危険に脅かされているのさ。 士官たちの関係が決裂したのは1943年7月3日、U-126 が航空機の攻撃により U-154 のすぐ近くで撃沈された時であった。午前2時44分、敵機が飛来して爆雷を投下した時はどちらの艦もロリアンへの木とにあった。U-126 と U-154 は攻撃を回避するためすぐ先行する。 先行後は U126 と通信することが不可能だったので、クッシュは U126 が事前の取り決め通り潜水したまま航行を続けて射程外に出たものと推測した。しかし少し後、U154 の発令所は水圧による U126 の爆縮と思われる破断音を確認した。クッシュは先行の継続を決意し、午前7時7分に 攻撃地点から4回りの場所に浮上して生存者を捜索する。しかし午前8時33分、再び攻撃を受けかねないことから捜索を打ち切った。後に攻撃を受けている時と、それに続く行動は、有望と艦隊司令官によって、正当と評価されたものの、キルヒアマーの証言によれば、アーベルは先行の少し後、 官庁が積極的な救難活動を行わなかったことを強く非難した。なぜなら U126 にはアーベルの親しい友人が勤務していたからである。しかしクッシ主は時間を危険にさらさないため不上を却下した。この瞬間からアーベルはまさに憎しみに燃え、これまで政治的な意見が真っ向から対立していても講師にわたって見ることの できた主官の協調関係は完全に破壊されたのである。加えて、アーベルは紹介後、クッシュから官庁職には不向きであると評価された。この点を通信歌主官のヤンカーは、アーベルが復讐や報復を願うようになった、そもそもの理由と受け止めている。クッシュを官庁とする二回目の紹介は、彼が1943年10月2日に U154 を ロリアン軍港から出港させてから始まった。ク指シ一方、ドゥルシェルとアーベルを多方とする政治的な会話が2回目の出撃の間に激しさを募らせたことは通信可視官の来るといい前提が証言している。水中上恩師として私はしばしば士官室で交わされた政治的な会話の承認となりました。そしてはっきりとわかったのはこれが 最初の紹介のようなおしゃべりではなかったことです。そうではなくて、ドゥルシェルとアーベルは、すべての機会を政治的な対立に利用していました。私も、アーベル中尉の敵対的な態度が、病的な虚栄心と、その元となった官庁候補生として、もう一度紹介に出なければならない、必要性に起因することを確信しています。イーゼンゼーは、人のを除けば、 すべての乗組員が艦長に味方していたと断言している。そのため、クッシュの発言は防衛力破壊には当たらないと考える。熱帯の気候条件下における前線配備の艦で科学的な測定を行うため陸軍から派遣されたノートドゥルフト軍医隊員も同じ艦に勤務していた。ノートドゥルフトは1946年6月12日、ハイデルベルクの CIC に U154 の士官との共同生活を描写した先生教述書を提出した。しかし、この文書中で彼は、屈指の姿勢を、イーゼンゼーと異なり、否定的に記述している。彼は、戦争を犯罪的で敗北した者と捉え、有望と部隊を滑稽で疲弊した存在と見ていた。彼は、この意見を誰にでも押し付けた。人々が、恐怖心から、 その言葉を聞きたくないと願ってもである。そのため、ドゥルッシェルやアーベルとクッシュは、しばしば激しく口論していた。二回目の紹介の間に、主観は、クッシュを通報しようと計画したが、ノートドゥルフトの記述によれば、ひとまずは、実行に移されなかった。さらに、アーベルとドゥルッシェルは彼を味方につけようとし、クッシュが、臆病者、敗北主義者及び、 ヒトラーの敵であることを納得させようと努力したという。アーベルとドゥルシェルは計画を真剣に考えていた。両名はノートドゥルフトにこう言っている。軍医大医としてあなたは艦の最上位者であります。つまり我々が含む上、クッシュを通報する上であなたが立派な指導者になるのです。陸軍、ノートドゥルフトによれば、クッシュは通信可視官に命じ、 毎日敵国の放送を聞く準備をさせたという。また、しばしば表明していた、ヒトラーの拒絶も後に素因となる。ノートドゥルフトは、クッシュがヒトラーを、狂人、犯罪者、ドイツ国民に降りかかり得た最大の不幸にして、気の触れた怒りん坊と呼んだという。また敵国へ渡り、看を敵に引き渡すというクッシュの計画の手がかりを、見たとも証言している。 さらにクッシュの政治的な訓示は疑いなく檻に触れて官の全員と共に敵前逃亡することを求めるものだった。しかしこのような観点はアーベルからの通報には盛り込まれていない。主官のドゥルシェルト、フンケはクッシュを通報しないよう求めるノートドゥルフとの言葉に応じていた。しかし1944年1月12日、アーベルは ノートドゥルフトが阻もうと試みたにもかかわらず、第三潜水艦共同資団への報告の中で、屈指艦長を告発した。申し立てによれば、デイニッツ元水の1943年9月9日の批判癖と荒探しに反対する訓示を執筆したカルス中佐の確認を受けた後、アーベルは通報を実行に移している。1944年1月24日、 西部有ボート部隊指揮官のハンスルドルフレーズインク。大佐は1944年1月16日、防衛力破壊、国家侮辱、残酷なプロパガンダのルフの容疑でクッシュの捜査を開始した。クッシュは1月20日、ロリアンで逮捕され、アンジェの国防軍戦時刑務所へ移送される。後半は1944年1月26日。 キールの潜水艦訓練部隊最高司令部にある法廷で始まった。選任されたクッシュの弁護士が関連書類を閲覧する機会を与えられたのはその前夜のみである。基礎上によれば、クッシュは戦時特別警報第5条第1項1及びに並びに非常時の電波制作に関する法令第1条に違反した罪で告訴されている。同日の夕方、彼は 防衛力の継続的な破壊及び外国放送の主張により、懲役1年及び死刑を宣告され、同時に貢献を剥奪された。これに対し、後からアーベルによって加えられた、敵を前にした強打という非難は官邸人の一人から根拠を核として退りけられている。百四十四年五月十二日、オスカーク使は、デイニッツ元帥を含む上官が恩赦を却下した後、 キールで、銃殺刑に処された。一方、告発者のアーベル中尉は、その3週間前に戦没している。1944年4月1日に U193 の艦長に任じられた後、アーベルは、艦や乗組員の全員と共に4月23日、ビスケーワンで撃沈されたのである。クッシュの処刑は公表されなかったものの、数週間後には、 どこの士官食堂でも広く知れ渡っていた。クッシュのかつての部下は、その間、1944年7月2日、U154 もアゾレス諸島の近海で撃沈された。戦後、クッシュの父は、息子の名誉回復に尽力した。1949年には、クッシュに判決を下した、軍事裁判において裁判長を務めた。 カール・ハイン・リヒ・ハーゲマンが後半にかけられたが、その判決は適法であったとされ1950年の暮れに釈放されている。1990年代、衆議会議員のクリステル・アシュモナイト・リュッケが、シュレース・ビヒ・ホルシュタイン州の法務省に本件を問い合わせ、公開した。本件の関連文書を調査したバレの作業に基づき、クッシュの名誉は1996年に、 回復されている。1998年には処刑された場所の傍らを走る道がオスカークッシュ通りと解明された。ありがとうございます。